まざまるですって感じ。ありがとうございます。ありがとうございますしかちょっともう言ってないんですけど、今。でも今日はそれしか言うことないよね。ありがとう。そう、今日はピンク尽くし。とんだメルヘン野郎だな、これ。このね、今今日着てる服ね、実はね、カノンがね、去年の誕生日にくれてたワンピースで一回も着てないやつをね、今日ちょっと着た。そう。そう、そういう理由があってね、今日その服を着てるのよ。そう。そう、カノンがくれたやつ。全身はね、ちょっと映らないから無理なんだけど、そう、一回も着てないの。だから今日の誕生日のために撮っといたの。今日着ようと思って。ザ誕生日ガールって感じする？この帽子がそれを物語ってるよね。ザ誕生日ガールですっていう帽子なのよ、本当はね。そう、うわ、ボサボサになった。そう、ボンボン、ハッピーバースデー帽子なわけ、これが。でも見えないね、せっかくこのろうそくが大事なのに。そう、この帽子すごいのよ。100均で300円で売ってた。ありがとうございます。そう、ちょっと今日は早く寝た、寝なきゃね、明日早いからさ。ありがたわです、ありがとう。ホフマンさんかな、ありがとうございます。ありがたわ。上から下までほぼピンク、ここにちょっと白いフリ、なんかレースっぽいやつがね、映ってるのみ。あとは全部ね、ピンク色です。淡いピンクって感じ。ありがとう、みんな。誰だ、クリミズさん、冬とくん、ともさん、ありがたわでございます。ありがとうございます。そう、記念すべきその誕生日の日にセトリップ放送ということでね、びっくりだよね。県境の女になれました。そう、山口県のね、下関市ってね、ハピワって感じするよね。なんかハッピーバースデー感がすごい。切 るこれ。タワー建設ラッシュ、もう皆さんのおかげです。ありがとうございます。そう、にぎやかよ。アーリーさんもありがとうございます。ありがとう。ありがタワーでございます。そう、STU の中では令和最初の誕生日を迎えたんですけれども、そう、令和最初の生誕祭はね、あれですね、クーカちゃんですね。今日一緒だった。ありがとうタワー、ありがタワーです。こんばんは。ありがとう。ブン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 。バー。ヤッホー。これから一応講師の先輩と飯です。いいの？そう、明日、明後日は。ゆうさん、ありがとうございます。ありがたわでございます。そう、もう21歳になっちゃった。やばい、入った時18だったんだけどっていう衝撃を今感
感じながら、ゆうさんありがとうございます、ありがたばでございます、あげーよね、ほんとね、カリカリちゃんの言う通りそうなの、あげーって感じ。そう、3年目ですね、そう、すごいよね。お、みんなありがとう、あやちゃんもありがとうね、ありがとう。ありがとうね。うわあ。スマイル師匠、ありがとうございます。ありがたわでございます。え、画質悪い？私だけ？画質悪い？みんな悪い？画質悪み？どん。あ、大丈夫なんだ。だん。そうね、早いよね、あっという間なんだけど。21歳になるまで早。この間成人式したばっかなんですけど。感じよね。渡るさんもありがとうございます。ありがたわでございます。そう、この間、本当に、なんかしたばっかりなのに、もうあっという間に、ね、経っちゃいましたね。あっちゃさんもありがとうございます。ありがたわでございます。ね、なんかあっという間すぎて、つらみざわよ。今日はでももっと STU 終わって帰って、あの整体行ってカラオケ行ってっていう、なんとも充実した一日でしたね。いい感じの一日でした、素晴らしく。わっ、ありがとうございます。もう21歳だよ。でも私は早く、あのね、年齢だ、年齢じゃなくてね、あ、だから21歳は年齢だけをこう年を重ねるんじゃなくて、あの考え方も大人になれるように頑張りたいと思います。カラオケは大丈夫だ、大丈夫だった、そんなに顎出さずに歌い方もできんの。そう、今日の服はカノンからもらったやつ去年の誕生日に初めて着た。誕生日っぽいことは本当にもっと STU のそのところでケーキを出していただけたことぐらいですかね。あとは別に誕生日っぽいことって言われたら別に、あ、誕生日っぽいこと、あ、 LINE がすごい、 LINE がすごい溜まってる。でも結構返すようにはしてるんですけど、なんかみんなおめでとうって言ってくれてありがとうって感じ。ジミルプレゼント買ってない、何にも買ってないですね今のところ。まあ焦らなくてもね。LINE 一番最初はフライングを入れたら、そう、でもね、自分でフライングって分かって送ってきてる子が一人いました。ありちゃんなんですけど、そう、23時59分にフライングだよーって、どう、一番だったありさがーって、そう、フライングを入れるとありちゃんが最初、それ抜くと誰だったかな、フライングを外すと
とパルトが早かった気がする。パルトとカノンが同率ぐらい。同じタイミングでしたね。そうそう。あ、サキちゃんも早かった。サキちゃんも超早かった。サキちゃん、カノン、パルトかな。その0時ちょうどって考えたら、メンバーの中ではそうでした。そう。それも金さん、ありがたわです。ありがとうございます。ありがたわ。そう、でも結構メンバーみんなくれました。嬉しい、ありがとうって感じ。あ、ナナさんからも来ました。そう、ありがたわですね。本当にありがとうございます。そう、 LINE はでも本当にパルとサキちゃん、カノンが早かった。アリちゃんがまあ一番なんだけど、トメゾウさんありがとうございます。ありがたわでございます。そう、早かった。すごいなと思った。え、すごいと思って。はるかちゃんからも LINE ありましたよ。そう、ありちゃんすごいと思った。かわいいってなった。はるかちゃんのインスタおしゃれよね。ほんとね、言ってるところもおしゃれだし。ありがとうございます。そう、ケーキ。そう、STU 以外のメンバーさんは私一人ぐらいしか知らないので そう、あやかねさんからちゃんと来ました。ありがたい。そう、さきちゃんのインスタ面白いんだ。へえー、現実がおめでとうございます。ありがとうございます。そういえば、ありちゃんが1位よ。一番早かった。いや、でもいくつになっても誕生日こうおめでとうって言われるのは嬉しいですよね。そう、今日の夜もシチューデンツもありますからね、そちらの方もチェックお願いいたします。ありちゃん意識高めよ、ほんとすごい。何買おう、自分にね、自分へのご褒美として。誕生日の何にしよう。特に今欲しいものが、何が欲しい？なんかいいリップでも買いに行こっかな。リップっていうか口紅っぽいやつ 今安いの使ってるから そう、チフレとかだからね。最近チフレとかキャンディードールとかだから。財布はね、お姉ちゃんが買ってくれてるので、そう、それを使うかな。この帽子今日買ったよ。
どんな財布かはまだ分かんない、まだもらってないので。そう、分かんないけど買ってくれたみたいなので、それをまた岡山公演の時にねって感じよね、受け取ろうと思います。この帽子かぶってカラオケしてない。あずぽよさんありがたわです、ありがとうございます、ありがたわ。ビヨンビヨン、今日でもさケーキ食べれないと思ってさ、朝ごはんでさマックのさホットケーキ食べたんだよねなんかわかんないけど、てか普通にホットケーキ食べたくて、そうマック行ってサラダとホットケーキ買って帰った、買ってあの新幹線に乗って岡山に向かった。ベンジャミンさんもありがたわです、ありがとうございます。ビョンビョン、ありがたわです。21歳の年も頑張ります、ありがとうございます。マックのホットケーキ美味しかった、でもパンケーキを大きくしたバージョンって感じ。でもでちょっと焼き目が濃くなったかなみたいな、でもめちゃくちゃ美味しかった。ココアから焼きそばの券まだもらってない、てかまず今日ココアに会えてない。パンケーキ自分で作ったりはしないです、しないよ。セトジャルのパンケーキと、セトジャル作ったパンケーキと、それはねやっぱりねこうあの違いが違いすぎる、なんか根本的に違う気がする。イノシシ？ありがとうございます、すごい今日おめでとう祭りだね、ありがとう。おめでたわ祭りありがたい。服は帽子に合わせてない、適当にあの誕生日っぽいのを選んだ、色とか考えずに。日付が変わる時間はね、洗濯物干してた洗濯物干してた、下ジャージじゃない子ワンピースだもん。これは100均の300円のやつ、誕生日感あるでしょ、どうも誕生日ですっていう。再販ポチってください誕生日おめでとう、ありがとうございます。うん、ベランダじゃないよ、ベランダは出たくないから出てない。そう、なんか鳥がやばいか、外にあんま干さないようにって言われた大江さんに。
最初に誰におめでとうって言われた。ありちゃんです。てかまず私この家に来てからベランダ1回しか出たことない。プレゼントはもらってない。てかまず誰にもそんなに会ってない。メンバーにクーカちゃんぐらいしか会ってないっすね。この日一生消えないよこの。布団はクリーニングに出すのと普通に乾燥機。チャラメルさんありがたわです。ありがとうございます。ビヨンビヨン。睡眠不足はあるね。なんかでもなんか誕生日だからって特に変わったことはないね。タワーが立つぐらい。ありがとうございます。なんかめちゃくちゃすごい変わったことはね、まあ1日目、1日っていうか当日だからねっていうのはあるかもしれないですけど、地元からは早かったよ。 LINE とか来るのめちゃくちゃ早かった。さすが地元って感じ。誕生日当日そのメンバーとかといえば盛り上がるかもしれないですけど、特に至ってそういつもこう誰か誕生日とかなったらさ、まあ結構行くのがさパルトとかさ、そうカホちゃんとかカノンとかなるけどさ、そうちょっとパルトとねあのカホちゃんは所用でねロケかなんかでいないので、家族とパーティーとかじゃなかった。友達とパーティーって感じだった。でも家ではケーキ食べるぐらいだったからな、あんまり誕生日らしい誕生日って感じじゃなかったけど、昔はちゃんとしてたよ。ありがとうございます。今一人で家です。家っていうか、うん、寮、うん、家。
今日はもうご飯でも食べました。今日は今までずっと食べなかった焼きそばを食べてたぐらいと枝豆食べたぐらいですね。そう、今日は好きなもの食べていいデーなので焼きそば食べました。そう、明後日が生誕祭、明日はクーカちゃんの生誕祭。そうそう、ありがとうございます。そう、でもアゴね、結構治りつつある。まあ痛いけどね、氷がまだやっぱ痛いよね。アイスは食べてない。ドドドドド。お酒はね、一人で飲むことないからな。ラーメン食べてない。一蘭行くかちょっと迷ったけど、ちょっと荷物が多かったから入らなかった。視力はあんま良くない。コンタクト、コンタクト。そう、カノンからもらった服を着るなんてどうかしてるぜ。1年越しのワンピースよ。最初で最後ですね。やっぱこれ、この服サワサワする。着慣れない服はね、そわそわしますね。いつもの安定の服に戻っちまうぜ。やっぱこれだね。ジャージじゃございません。ジャージはレッスンの時しか着ないからね。今日はレッスンじゃなかったので。そう、やっぱこれだねーよ。安定感、安定感、落ち着くわ。めっちゃ落ち着く。
カンゴールの帽子、そうカンゴールのやつ。でも皆さんの見ましたよ、あのツイッターで藤原さん生誕祭みたいな、そう、それで見た、ありがとうみんなおめでとうっていうリプとか画像とか動画とか作ってくださってる方もいてありがとうございます本当に。そう今日エゴサした誕生日だからね、そうありがとうございます。そう、画像もわざわざ加工してくれてるのとかもあってありがとうございます。ありがとうございます、ありがとう。でも私明日本当に計り知れないぐらい早いんだよね、明日朝早めって感じ。何時起き？分かんない。そう、令和初の公演。明日公演だからね、香川で。高松に行って、ありがとうございます。そう今日がもうもはや金曜日ってことが信じられないくらい、そう今日は家政婦の三田園さん見て寝ますそれは見るんかいって感じよね。そうだから朝早いのよ。そう、10日の金曜日だから、まあ普通の。そう、曜日感覚がなくなってくる病あるよね。まあ、もっと STU の収録があるから、なんか、あ、そっか、今日金曜日か、とか思うけど、あ、スチューデンツあるんだ、金曜日だ、みたいな、そういう感じよね。スチューデンツ4本撮りかな。今日は花金だよ。
顎外れそうなぐらいあくび出るんだけど。いや、酔い止めは絶対必須だよ。どんくらい揺れるか分かんないからね。そう、誕生日だから後ろに風船があるの。もう今日撮るけどね、この配信終わったら。誰だ、たのっぴさん、ありがたわです、ありがとうございます。ビョンビョン。おめでたわですね、ありがたわ。多分そう、再販ポチッとありがとう。眠そう、眠たい。看護ウォール、もう無限とかしたくないで、ありがとうございます。あ、泉さん、ありがたわです。ビョン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 、ありがとう。みんな いや、すごいよね、ほんと。みんなありがとう。みんながね、こうやってね、私のことこうやって好きになってくれてさ、こうやって配信も見てきてくれるようにさ、こう好きになってくれたように、私もだからその分ファンの人のこと好きにならなきゃダメだなって本当に思う。ありがとう。いや、なってないじゃなくて、そのもっとね、そう、厳しいこと言われてもさ、押して、厳しいこと言われてもこう押してくれてることにはさ、こう変わりはないじゃん。そうだからね、こうもっとね、こういろんなところでね、そう活躍の場を持てるようにね、頑張っていかなきゃいけないなと思いました。そうだから、みんなの好きがこれぐらいだったら、私もそれと同じぐらい、それもしくはそれ以上にこうね、みんなにこういう、そうやってお仕事でね、こうね、返して、そうテレビに出るとかね、こうなんかこう MC でこう喋るとか、公演に出るとか、そういった面でさ、こう返していけたらいいなと思うよね。きしめんさんもありがたわです、ありがとうございます。
ビョンビョン。ありがとう。だからその私藤原アナ子としてもだし、こう ST48 としてもこうもっともっと成長してね行きたいなと思います。こんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、今再販中だからね、浴衣祭りかな。そう、お待ちしてます。夏ね、ダンちゃんありがたわです、ありがとうございます。ビヨンビヨン、ありがとう。今日は10時のまでの予定浴衣は自前じゃない、自前の子もいるけど、いやめたくさん、嬉しいですよ。メールを返すのが大変とかじゃないけど、私なんかわかんないけどボイスメッセージでみんなにほとんど返してる、ありがとうみたいなウケるくない？そう、ボイスメッセージで返したりする、何人かにはそういうことをしました。基本はそのまま返すけど、ありがとうってありがとうって言ってスタンプポンって。斬新かなと思って本当何人かにしかしてないけど、ツイッターの投稿も見ました、今日ご飯いいな、ボイスメッセージ送ってもらいたい人生いる？それ私のボイスメッセージ絶対いらないでしょ。
それな、21歳もね。そう、去年の生誕は山口だったんですけど、今年の生誕は香川県で行いますので。そうそう、21歳でやりたいことはなんかね、演技とかできる場があればいいなと思いますけどね。これから飯屋のおすすめのご飯屋さん 最近弥生県しか行ってないからな もう仮面ライダーデータも本望よ。弥生県行ったことないの？弥生県めっちゃ美味しいよ。私は好きよ。弥生県。弥生県好き。弥生県マジ最高よね。安いし、コスパ良き。美味しい、安い、早い。最高じゃない？悪いとこないよね。ありがとうございます。今日久しぶりにマック行った。マジ？めっちゃ通知来るよ。何が？わっ、ピーンって。ピーン。この前のエモダの、似合ってた、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうです、ゆうさん。ありがとう。
このスマホいい音出ますね。それな。僕もそのなに中に本物の鈴が入ってる。やばいね、もうあと21歳と21歳と1日とかなっちゃう。あと2時間後ぐらいに。ありがとうございます。法律？何法律って。え？何？ずっと藤原さん取材をしたいと。え、マジやった。取材してください、取材してくださいとか取材してくださいパリズーズーしいやつ。え、もう取材もしてほしい、情熱大陸バリのやつめっちゃ中身すっからかんだけどね。もう本当にね、藤原さん AKB 新聞に釣れない。何？どういうこと？そう、運営の号が出ないんです。運営さんの号が出ないっていうか、まあなんかあるんじゃないできる。もうね、取材していただけるならね、もういつ何時でも OK ですって感じなんですけどね。何これ、受ける。
かわいいですね、ありがとう。カノさん、私クールクールに 見える逆に。あげたいだんしてみたいという 方ってよりかは、今ハマっている方は矢作もゆかさん、めっちゃかわいいよね。かわいいかわいいからね、勝手にツイッター勝手に覗いちゃうんだよね。そう、インスタとかもね見ちゃう。そう、顔が可愛いもん。顔が勝ち組の顔なの。可愛い。お帽子カンゴール、カンゴールです。そう、もう最近こればっかかぶってる。もうずっとお出かけするときはこれって感じ。レッスンのときはキャップだけど。カンゴールハンバーグ、そろそろ新しいキャップ欲しい。それな、私もどこのがいいのか分かんないね。キャップかぶる、キャップかぶるけど、最近はもうお出かけするときはこの帽子に合うように服選んでるって感じ。
これベレー帽じゃないよ、ハンチンだよ。ありがとうございます。これで本当に私取材来たら面白いよね。マジかーいってなるよね。じゃあもうそろそろ配信終わるから、こっちの帽子に変えるか。カンゴールの帽子かわいいな。文字見えないんだけど。ありがとう。ランキングじゃあ読みます。13位ホフマンさん、12位アーリーさん、11位ワタルさん、10位アッチャさん、9位アズポヤさん、8位ソレモッキーさん、7位泉さん、6位ナニメのロバさん、5位ジョンファンさん、4位三つおじさま、3位リョートくん、2位スマイル師匠、1位ユウさんでした。ありがとうございました。というわけで誕生日当日の配信でした。皆さんお越しいただき、そしてたくさんギフトを投げていただき、そして今まで応援、今もずっと応援してくださりありがとうございます。また来年は分かんないけど、とりあえず今日はお越しくださりありがとうございました。たくさんおめでとうも言ってくれた方々ありがとうございました。じゃあねー、次は生誕祭で。